プレーナンバー1の7、長野ファーストの運転。中立川タッチダウン、長野中央へのランプレー。しかしこの時にボールをファンブル、ファンブルしたボールを抑えたのは55番、そのままエンドゾーンに持ち込み、プレーはタッチダウン。しかしここで、審判の判定を待ちます。先ほどのプレー、ボールをファンブルした段階でデッド、プレーが止まっていたか、あるいはそのままプレーが継続されていたか、審判が今協議しております。ボールがデッド、プレーが終わる方が先でした。したがって、ターンオーバーにはなっておりません。長野のセカンダウンの継続です。